しびれました。熱血久保塾、どん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 。でもテンション今低めでしたね。ちょっとね、周りが静かで声張るの恥ずかしくなっちゃったの今。あ、なるほどね。はい、まあ、行きましょう。はい、熱血久保塾のコーナーをお届けしていきたいと思います。はい、久保さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。軍祭に続いて2回目のこの熱血久保塾ですけど、熱血久保塾です。はい、前回はね、雪の軍祭で、そうです、まさかのマニュアルで一足発進してみたいっていうだけのね、はい、はい、企画でしたけど、まあ無事にね、雪のコースは、一周するまで行けたので。そうですね。そんな感じで今日もやっていきたいと思います。はい、というわけでもすでにですね、今日はですね、もう、はい、宮川さん、久保さんもだいぶ気合の入ってる、フランスの風が、はい、フランスの風がね、吹いてるわけなんですけれども、はい、はい、こちらのお車に乗ってる方が、うん、ぜひ熱血久保塾に入りたいと。困るな、はい、熟成ですね。じゃあ新たな、はいはい、来ていただいております。トッティさんです。よろしくお願いします。お願いします。トッティさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このお車、なんてお車ですか？はい、ルノー・ルーテシア RS フェーズ1という車です。お気に入りのポイントは？はい、この見ての通りの可愛いファニーフェイスと、うん、その走りのギャップがお気に入りです。なるほど。ちなみにこれ車のスペック的にはどんな感じなんですか？2リッターの NA エンジンになります。いいですね。さっきね、ちょろっとこう入ってくるとこ見えたんですよ。いい音してました。いい音してました。いい音してました。はい、で今日はまあ熱血久保塾ということで、はい、まあ、早速ね、車を見ながらなんですけど、うん、その前に、うん、実はね、トッティさんサーキットでよく走られているということでお伺いしてますんで、はい、今日のね、このお悩みをね、聞いていきたいと思います。コーナーで気持ちよく飛び込めない、うん、どうしてもビビってしまうっていうのがあって。なるほど。はい、気持ちよく飛び込めるように指導お願いします。わかりました。いいですね。じゃあちょっと乗る前に、早速乗る前にちょっとこう車をガラッぐるっと見ながら行きたいと思います。はい、ね、チェインフックが黄色っていうのがちょっとこう色を意識してるんじゃないかなって気がするんですけど、はい、かわいらしい黄色をチョイスしました。かわいい。またこれがこう懐かしいというか、うん、なかなか今このね、ルーティシア見ることないですけど、これ何年式の車ですか？2002年式の車になります。車所有されてからどれぐらい経ちますか？はい、ちょうど10年になります。10年。はい、最初はもう走るつもりで買ったんですか？いや、全然走るつもりでなくてあれ、はい、気持ちよくドライブできればいいかな程度で買ったんですけど、いつの間にか走ってました。だんだん履いてるタイヤ、ホイールのチョイスがガチですよ。いい D37 じゃないですか。はい、何インチですかこれ？15インチです。15インチ、ブレーキエンドレスパッドが入って。はい、あ、普段はどこ走ってるんですか？普段は愛知県の美浜サーキットとか、はい、岐阜県の YZ サーキットに、はい、なります。ローさん、はい、僕ね、気になったんですよ。まあ、外車だと結構ホイール選ぶじゃないですか。でもこれ 37V じゃないですか。うん、はい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 。これって何用のホイールですか？もしかしてこれって普通の PCD だったりするんですか？そうですね、あのロードスターと同じホイールが履けるので、素晴らしい。じゃあ流動性ありますね。はい、だいぶ、はい、なので日々ヤフーオークションとかを分かる夜中気をつけてください、ね。はい、気持ちが大きくなりがちだから。これマフラーは、ワンオフで作っていただきました。あら、じゃあちょっと内装をと。ちょっとですね、内装の内容、そうそうそうなの、もうね、いいのよ、もう外見はいいなって思うぐらい、もう内装何もなかったり、なんかいろんなのがあるから、はい、荷物がたくさん詰めるので内装取っちゃいました。内装取っちゃいました。取っちゃいました。レーシーやね、このハンドルいいわ。かっこいいですね。ちょっと座っていいですか？はい、どうぞ座ってください。このアクセルペダル何ですか？このアクセルペダルは滑っちゃう、滑っちゃうのと、ヒール2が上手にできないので、少し底上げしてあります。可愛い DIY ですね、これは。ちょっと恥ずかしい、足が短いのがバレてしまいますね。いや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 、でも走ってるんだなって感じがします。何キロぐらいですか、走行距離でいうと？走行距離が18万キロを超えてます。なるほど。エンジンは全然元気って感じですか？はい、すごく元気です。さすが。これパワー的にはどれぐらい出てるんですか？パワー的には以前計測した時に188馬力出てました。2リッターの NA で 188? はい。お、すげえ。走りたいね、早く。ちょっと走ってみないとわからない。はい、ということでね、いいわこれは。はい、走ってみたいと思いますので、久保さん、ぜひ
津久保塾で今日もよろしくお願いします。はい、わかりました。まずはそのトッティさんの愛車チェックしながら熱血久保塾やっていきたいと思います。はい、というわけでトッティさんの車、試乗してみました。熱血久保塾という形だったので、まずは僕が2周ぐらい走らせてもらって、その後トッティさんの運転を見せていただきました。このコースは初めてだよね。はい、初めてです。そうだから正直トッティさん的にはちょっと難しいところはあったかなと思うんですけど、最初僕の運転乗っていただきましたがどうでしたか？はい、しびれました特にブレーキングと あと、コーナリング中の横 G が強烈でびっくりしました。なんかやっぱり軽い FF の車なので、俗に FF 走りといわれるタックインっていう、車をこう斜めに入れていくような、動作だったりとか、そういうライン取りっていうのはもちろんベースとしてはあるんですけど、やっぱり昔よりもやっぱタイヤがすごい進化してて、横のグリップっていうところも使えるようになってきたので、こういう軽い車だと逆に、ちょっとこう丸い円を
大きく書いてあげるようなライン取りにすると、リアが軽い分こう程よくオーバーがゆっくり出るので、あのコントロールはしやすいかなと思います。で、逆に僕はトッティさんの運転見るとこうタックインっぽいというか、しっかり縦で止めて曲げてって感じなんですけど、そこにこのブレーキのリリースっていう時間があんまりなかったので、止め切っちゃったところからただフロントタイヤを切って曲がってるってだけだったので、なんか止め切るってよりかはちょっとこう車速を残して飛び込んであげるっていうのが、さっき言ったその苦手な部分っていうのは、まあ、できるかなと思うので、久保塾長的に言うと、もうちょっとブレーキのリリースをたくさん使えるようなイメージで走行してもらえたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか、こんな感じで、はい、はい、いっぱい走り込みそうですね。あのリリースってすごい難しいワードですけど、あの試してみないとなかなか始まらないので、ぜひ今後も気をつけて楽しんで走ってください。ありがとうございます。はい、というわけで以上熱血久保塾でした。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。